STS-76 はアメリカ航空宇宙局の76回目のスペースシャトルのミッションであり、アトランティスの16回目の飛行である。1996年3月22日午前3時13分にケネディ宇宙センター第39発射施設 B から打ち上げられた。9日間で約610万キロメートルを移動し、 地球を145周して1996年3月31日5時28分にエドワーズ空軍基地第22滑走路に着陸した。この飛行はシャトルミール計画の一環としてスペースシャトルがロシアの宇宙ステーションであるミールとドッキングする3回目のミッションでありシャノン・ルシッドがミールに滞在していたノーマン・サガードと交代した。また、 スペースハブの一つのモジュールも運ばれ、飛行6日目にリンダ・ゴッドウィンとマイケル・クリフォードがアメリカ合衆国として初となる2機のドッキングした宇宙船の周りの船外活動を行った。船外活動でアトランティスのカーゴ米右限の縦通り際に沿って移動するリンダ・ゴッドウィン・エドワーズ空軍基地に着陸するアトランティスアメリカ合衆国のスペースシャトルとロシアの ミールの3度目のドッキングでは、シャノン・ルシッドが交代でミールに移り、宇宙ステーションに乗り込んだ最初のアメリカ人女性となった。また彼女の約4ヶ月半の滞在は、ミールに滞在した初めてのアメリカ人であるノーマン、サガードの樹立した宇宙滞在期間のアメリカ合衆国記録を塗り替えた。ルシットは8月に STS-79 で訪れたジョンブラハと交代し、 彼女のミールへの滞在は、その後2年間のアメリカ人の宇宙連続滞在の幕開けとなった。ペイロード塀には前方にドッキングシステムが配置され、スペースハブのモジュールが船尾に向かって配置された。STS-76 は、スペースシャトルとミールのドッキングを支えるスペースハブのカーツモジュールの初飛行であった。今回運ばれたモジュールは、主として、 宇宙ステーションに移される予定の大きな補給品の貯蔵の場所として使われたが欧州宇宙機関のバイオラック実験のラックの運搬にも用いられた。アトランティスは飛行3日目に STS-74 で用いられたのと同じ接近方法でミールに近づいた後接続した。オービタルドッキングシステムとドッキングモジュールの実際の接続は 3月24日午後9時34分に行われた。ほぼ2時間後、ハッチが開き、2月21日にミールに向かって打ち上げられ、ミールに滞在していたユーリオヌフリエンコとユーリウサチェフがアトランティスの到着を出迎えた。7月には彼らはゲンナジーマナコフ、パーベルビノグラードフ、クローディエニュレと合流した。2週間の滞在後、エニュレはオヌフリエンコ、 ウサチェフと地球に戻り、マナコフ、ビノグラードフがルシットと共に、ミールに残った。5日間のドッキング中、約 680kg の水や2トンの化学機器、材料、補給品がミールに移され、逆に実験サンプルや雑多な装置が、大ビタに移された。バイオラックでは、植物、組織、細胞、細菌、昆虫などに対する微小重力や、宇宙船の影響、 骨喪失に対する微小重力の影響など、11の科学実験が行われた。また、ミアグラベバックスストウェージ、クイーン、S ・ユニバーシティエクスペリメント・イン・リキッド・ディフュージョン、ハイテンパチャー・リキッド・フェーズ・シンリングが移された。飛行6日目、ゴッドウィンとクリフォードは、アメリカ人として、初めて、ドッキングした2機の宇宙船の周りでの船外活動を、行った。 6時間2分28秒の船外活動で彼らは4つのビアエンバイロメンタルエフェクツペイロードをミールのドッキングモジュールに取り付けた。この実験では18ヶ月にわたってミールの周りの環境が調査された。ゴッドウィンとクリフォードは STS-64 で初めて試験されたセルフレス休用推進装置を着用した。その他のペイロードには シャトルアマチュアラジオエクスペリメント、中学生に宇宙探検の機会を提供するプロジェクトである、キットサット、トラップドイオンズ・イン・スペース、カーボベイのゲッタウェイスペシャルでのアメリカ海軍、研究所の実験などがあった。ありがとうございます。